みません、栄養もやりました。遅くなりました。お遅い時間でありがとうございます。名前が検討会とは何事だというご議論もあったようでありますが、名前はこれはどうでもよろしいのでありまして、最初は TPP 対策委員会みたいな話でしたが、その対策委員会というのはいかがなものかということで、検討会ということ、対応検討会ということにいたしました。これはこのままでいかせていただきたいと存じます。要は中身どういう議論をするかという話でありまして、対応検討会なのか、まるで参加するみたいなという、そういうお気持ちもわからないではありませんが、要は中身のお話でございます。でそれから議論の立て方でございますが、これは事務局の方で、こういうようなお話をしていただきました。やはりそれぞれの先生方によってご理解に差がございますので、できるだけ共通認識に立った上で議論をしませんと、お話がバラバラになりますので、これ政府の方は来年の6月までみたいな悠長なお話なんでございますが、私どもとして、まず共通認識を持った上で議論をしたいということで、そんなことは知っておるという方があるかもしれませんが、できるだけみんなの共通認識を持ちながら議論を進めていきたいというふうに思っておりますので、こういうような議論で進めさせていただきたいというふうに私は考えておるところでございます。なお今ですね、政府の説明を聞いておいて、何の対策もしなければこんなに損害が出ますぜという話ですが、じゃあどういう対策を取ればどうなるんだというお話をしていかないと、まあ、もう数字だけ一人歩きして、こんなことになったら日本農業は壊滅だとかですね、そういう話がありますが、私たちは何をすべきなのかということをちゃんと議論をしたいなと思っております。で日本の農業っていうのは、そんなに過保護ではありません。日本の農業っていうのはこれだけ開放しているのでこういうことになっておるわけであって、TPP があろうがなかろうが、このまま行ったらば日本の農業というのは持たないということを私は認識として持っております。ではこの TPP というものに別にテコにしてというつもりは私は全くありませんが、どうやって国民全体の利益というものを確保するかというお話を我々としてしていきたいと思っております。で、農政は農政、経産は経産というバラバラの議論をしても仕方がないし、両論併記みたいなことを言ってもどうにもならないことだと思っております。またよく消費者負担型から財政負担型、納税者負担型という議論がございますが、一体それはどういうものは消費者が負担すべきなのか、どういうものは納税者が負担すべきなのか、地域政策と産業政策というものを混同してですね、それで農村を維持しようと思ってきたことには限界があるのではないかというふうに思っております。ただし日本の場合には他の国と比べていろんな違った要素がございます。例えば水田稲作なんぞというものは他のものとは全く違った構造でございます。あるいは総合農協という存在は他の国にはないものでございます。いろんなことがありまして、私たちは今まで議論をしなかったことを今回野党の立場でもありますので、きちんとした議論をしたい。我々が政権を獲得した場合にしなければいけませんが、その時になって考えるみたいなことをするべきだとは思っておりません。我々としてこうなんだというお話を忌憚なく戦わせて、遠慮せずにこの議論を進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございます。